バーンズ・ジョージ・ニコル・バーンズは、スコットランドの政治家、労働党党首。ダンディーのロチーにて、ヨークシャー出身の熟練技術者、工場経営者の父、ジェームズ・バーンズと、母キャサリン・アダム・ラングランズとの間に出生。5人兄弟の次男坊であった。一家は、イングランド、ミドルセックス州のポンダーズ・エンドへ転居し、ジョージは、エンフィールド・ハイウェイの教会学校を卒業後。 11歳から父の経営する住都工場で働き始める。以後2年間駐造所などで徒弟として過ごし、方向を終えるとバローインファーネスの造船所に2年に渡り勤務。造船所生活を経て再びロンドンに戻るが、1879年の不況時に失業を経験し、フルハムに8年間定住するまで短期間の仕事を数多くこなす。 1882年には、次男カズメを持つトマス・ラングランズの娘ジェシーと結婚する。ロンドン時代に技術電気合同組合の活動家となった、他共同組合運動に関わり、恩恵派ながらも熱烈な社会主義者として、1893年の独立労働党設立に参加することとなる。1895年の総選挙の、 ロッチデール選挙区で独立労働党から出馬し、落選。1906年の総選挙のグラス号ブラックフェアーズハッチソンタウン選挙区に労働党からあり一候補し初当選を果たす。1918年の総選挙まで同選挙区から当選を重ねるが、この選挙をもって同選挙区が廃止されたのに伴い、1922年に引退するまで、 グラスゴー・ゴーバルズ選挙区から立候補。この間、1910年2月14日から翌年2月6日まで、労働党党首、デイビッド・ロイド・ジョージ政権下では、労働年金大臣、無人所大臣を務めた。また、任期中に勃発した第一次世界大戦で、息子一人が戦死。1918年には労働党が、 ロイド・ジョージ連立政権からの離脱を表明するも、大臣辞任を拒んだことから同党を除名、新たに国民民主労働党を立ち上げる。1920年初頭に大臣を辞任すると、政界で目立った活動を行うことはなくなった。同年3月、大臣時代の業績を称えコンパニオンズ・オブ・オーナー勲章を受賞1922年の総選挙に際し、 労働党が対抗馬用率を発表するがバーンズは正解を引退する。これはグラス号の労働党公認候補が選挙戦を有利に進められるのは明らかな上他党からの出馬も考えていなかったためである。正解引退後も国際労働機関への支援や印刷共同組合長に就くなど引き続き労働運動に尽力。1940年4月21日 ロンドンの自宅で死去。フルハム墓地に埋葬された。ありがとうございます。